大陸との貿易で栄えた、坊ツの今このエシンスケによる、坊津八景矢白石礁の総建築が見える。ボーノ津は、薩摩国川辺群ノ津の地名であり、日本の古代に栄えた港名である。古代から薩摩藩世の中盤頃の長期にわたって、海上交通上の用地であった。県東市線の寄港地としてのほか、和光や県民線、薩摩藩の密貿易の拠点として栄えた。 中国秋用の文書、不備士では主要校として、あの津、墓立つと共に、日本人に挙げられている。六十四周名書図へ、薩摩坊の裏総見石。日本での仏教黎明期の五百三十八年に、くだらに仕えていた、日本人の日知らが、竜岩おじを建てる。竜岩おじ一乗院の某社があるなど仏教と密接な地であったため、坊の津と呼ばれるようになったと考えられている。 アスカ時代から県東市線の寄港地となり、東の港、日東道とも呼ばれるようになった。奈良時代、天平商法5年12月20日に、岩人が土日6回目にして、近縁の秋妻屋裏に上陸している。平安時代末期には、この駅の荘園となる、室町時代、和光や県民線の寄港地となり、大陸をはじめ琉球や港田諸国とも貿易が活発化した。この頃、 先の一条院も大いに栄えるようになる。また、島津市の中国、琉球貿易の根拠地ともなっていた。文禄三年には、御用税天皇の歓喜に触れた、久げ、この絵新助が配慮され、同地で三年ほど過ごしている。この頃伝来したキリスト教とも縁がある。1549年に、フランシスコザビエルが、日本でまず最初に上陸したのはこの地である。また、 江戸幕府のキリシタン追放令で国を出て、ローマで司祭となって戻ってきたペトロカス日米ベが官永7年に上陸したのも同地である。江戸時代になると主要貿易港としての地位は、長崎へ移り衰退するが、薩摩藩歴大藩主や図書広里などに徴用され、密貿易の地として、鹿児島城下の直轄地としてその地位は、保っていた。しかし、密貿易は、 強放年間に突如徹底的に取り締められ、貿易港としての機能にピリオドが打たれた。この事件の背景には、江戸幕府の命令があったとも、御用商人に密貿易を独占させようとした、薩摩藩の政策転換があったとも言われる。その後は、カツオ漁業、カツオ節産業の地として栄える。また、幕末から明治にかけて行われた、廃物希釈運動により一条院は、 廃寺とされ、さらに昭和に、隣の枕崎市に、近代的な築工が完成するとより一層、衰退することとなった。一方、継承地として知られるようになる。この絵信介は、文禄3年に配慮されるが、坊の津八景を和歌に読んでいる。また歌川広重は、六十四襲名書図へのうち、薩摩、坊の裏、創建石に描いている。 寺田予感から鳥浜屋敷の周辺には古い石畳が残っている。また、南西端に位置する棒野岬には棒野岬灯台がある。棒野岬の沖合は1945年4月7日、第2艦隊機関として沖縄水上特攻作戦に赴いた戦艦ヤマトラ10隻からなる艦隊がアメリカ海軍の高速空母機動部隊の艦上機群の空襲により撃沈された。 棒の岬置き海戦の戦場となった海域であることから棒の岬に近い場所にはマトのレリーフが刻まれた慰霊碑も立っている。ありがとうございます。